昨年パリでは滋賀県の作家を中心とした日本人による作品展アール・ブリュット・ジャポネ展が開催され大変好評だったということなんですね。でまた県内でも湖南市のほかに先月には愛荘町でもアール・ブリュット展が開催されるなど、まあ、徐々に広がりを見せているんです。どんな方がこの作品を作っているのかすごく気になりますよ ね。それではご覧いただきましょう。知的障害者の通所受産施設山並工房、その一角にアトリエコロボックルがあります。中では数人が楽しそうに創作活動をしています。その中の一人釜江和美さんはアールブリュット作家、多量の米粒のような粘土を植え付けて作品を作っています。やっぱご自身の中でいろいろ作風を変えておられるんですね。でこれブツブツブをつける前はまた縄文土器みたいな粘土の作品に竹串で字を書いて模様をつけておられたんですけど、ずっとそれをやっておられて、でまたちょっと自分の中でも、この作品もちょっとそろそろ飽きてきたなっていうふうにちょっと思い始めたら、また自分の中でまだちょっとこうしたら面白いんじゃないかっていうような自分で工夫をされて、また新たな新しいものを作り上げていかはりますね。まあご自身の中でやっぱり作りたいものとかやりたいこととかっていうのもどんどん自分の中で広げていってはりますね。自分で楽しさを広げておられるというか。動物の毛並みのように多量に植え付けられたその粘土は波打ち、見るものを驚かせ心を揺さぶります。山並工房にはもう一人アール・ブリュット作家がいます。吉川秀明さん、よく見ていただけたら分かるかと思うんですが、秀さんこれ何？めえ鼻口やな。吉川さんも自分の中で作風が決まってまして、ここに目鼻口、これが一つの顔で、また目鼻口一つ一つが全てこの線になっているのが全部顔になっているんですね。でこちらの方にある絵の方はこれは大体もう1年半から2年ほどかけて描かれた絵で、もう自分の机のところにペンを置いて、その順番に一つ一つ点をつけていって、その点々の集合体が全部よく見たら目鼻口の顔になっていますね。はい。一見抽象的な模様にしか見えない作品が実は顔の塊になっています。吉川さんの不思議な作風がどこから生まれたのか誰も分かりません。絵が描けるからすごいとか、粘土ができるからすごいっていうのももちろんそうなんですけども、そういうわけではなくて、やっぱり一人一人の個性をすごく大事にしたいっていうのはすごく思ってますので、まあ自分たちのやりたいことを好きなだけ私たちも一緒にやりたいっていう思いをずっと持っていますので、これからもまあその辺も変わらないと思うんです。とりあえず自分が好きなことを好きなだけ楽しくできることをやっぱり私たちは一番願ってますので、はい。でやっぱりそれだけではなくて、こんな和美さんであったりとか秀明さんであったりとか、こんなかっこいい人がいるんだよっていうのをやっぱたくさんの方々に見てもらいたいっていうのもあるので、やっぱり多くの展覧会とかにもどんどん出していって、この作品を通して山並工房にはこんな素敵な人たちがいるんだよっていうのを、はい、知ってもらうために私たちもどんどん行動に移していきたいなというふうに思っています。私たち慌ただしい日常を送っていますと、なかなか、ね、こう作品を作ったりっていう心の余裕っていうのはないんですけれども、この釜江さんあるいは吉川さん、もう何もないところからその形あるものを作っていって、それがさらにアートとして認められるっていうのは本当にかっこいいなと思いますね。でせめてそういう作品に触れて心のゆとりを持ちたいですよね。そうですよね。皆さんが時間をかけて丁寧に作ったこの作品を生でこう実際に見てみたいなというふうに思いましたし、はい、実際に見てみたらまた違った感動を味わえるんじゃないかなというふうに思いました。そうかもしれませんね。皆さんもぜひ見ていただいて何かを感じていただけたらなと思います。
滋賀県では県民の皆さんにアール・ブリュット作品に触れていただくきっかけとなるよう、はい、その魅力を伝えるガイドブックを作成しました。ガイドブックではアール・ブリュットジャポネ展への出展作家12人の作品を紹介しています、はい、この中には滋賀県出身の作家さんは5人いらっしゃいます、ね、多いですよね、はい、この冊子はどこに行けば手に入りますか。はい、県内の図書館や県立近代美術館などに置いてあります、うん、はい、そしてどこへ行けばそのアール・ブリュットの作品を見ることができますか。はい、残念ながら現在こういつ行ってもアール・ブリュットが見られるという常設展示の場所はないんですが、うん、将来ここからアール・ブリュット作家が生まれるかもしれないというこんな展覧会があります。ご紹介しましょう。まずはボーダレスアートミュージアムの間で開催中の第8回滋賀県施設合同企画 ING 障害のある人の進行形です。この展覧会は県内の福祉施設職員と県社会福祉事業団が実行委員会を組織し企画展示を行う施設合同企画展です。障害のある人が日々の暮らしの中で生み出した表現や造形活動の面白さ輝きを感じてください、はい、ぜひ一度これは見てみたいですよね、はい、そして2つ目にイオンモール草津2階イオンホールで12月7日から開催されるピカットアート展それぞれの形です。これは今年度から滋賀県主催で開かれることになった障害のある人による公募展です。多数応募された作品の中から今までにない色使いの絵や不思議な形の造形作品など厳選された作品が展示されます。見ているだけでなんだかワクワクする面白い今まで見たことがないといった心にピカッと衝撃が走るような素敵な作品が多数展示されますので多くの皆様にその素晴らしさを知っていただく機会になればということです。さて今日は美の滋賀の視点からアール・ブリュットの魅力などをご紹介しましたが、まあ、滋賀の持つ美の資源の素晴らしさについて皆さんにもお感じいただけたのではないかと思います。滋賀県では県民の皆さんのご意見やご提案ご参加をいただきながら美の滋賀の取り組みをさらに積極的に展開していきたいと考えています。ぜひ声をお寄せください。お待ちしています。さて中倉さん今日初めての出演でしたが、はい、どうでしたか、滋賀には宝物と思えるようなものがたくさんあるなと思いますので、うん、これからどんどん発見していきたいと思います。一緒に頑張っていきましょう、はい、さて、来週です。来週は心の赴くままに音楽やダンスで表現する糸賀和夫記念小学祭をご紹介します。それでは今日はこの辺で失礼します。